皆さんこんにちは。下北沢店長のゆうたです。こんにちは。なんと宇野チャンネル登録者500人突破しました。イエーイ。エイキちゃんです。エイキです。イエーイ。ヨーキャピース、はい、これからもね、宇野チャンネルは初心者の方に寄り添った上達動画をどんどん出していきますので、ご視聴よろしくお願いします。僕なんですけども、今まで三軒茶屋の店長をやらせていただいてたんですけども、下北沢の店長に変わりました。で、新しい三軒茶屋の店長、コバです。これだ。はい、ということで、僕なんですけども、木曜金曜は下北沢、土曜日曜は三軒茶屋にいるので、三茶にも来ます。三つ目、はーい。3周年を迎えました。アウトやります。急にテンション上げて、びっくりした。3つ目、一番大事な口でございます。宇野下北沢3周年迎えました。はい、それを記念してマウストーナメントを行います。4月24日の日曜日にやるんですけども、鈴木みくる選手を呼ばせていただきました。ダーツで世界タイトルも取ってる、もうとんでもなく強い女性の方です。まあその時にチャレンジマッチでね、鈴木みくる選手とお客さんが触れ合うっていうのを設けてるんですけども、実際にハウスエントリーできない方もいっぱいいらっしゃって、特に初心者の方にですね、少しでも鈴木みくる選手との接点を持ってほしくて、今回この動画で質問を募集します。全ての質問に鈴木みくる選手に答えてもらうっていう企画を設けてますので、皆さんどんどんコメントの方に質問の内容を入れてください。全部聞きましょう。全部いく。こんなん聞いていいのかなっていうのも全部聞く。下ネタは僕が答えます。まともな質問は鈴木みくる選手が答えます。どんな質問が思いつきますか？例えば初心者だったら、最初の3ヶ月間レーティングどんなもんだったかとか。ああ、でもいいし、上達のきっかけになった一番の内容は何ですかみたいな。はあはあはあ。これを分かった瞬間に食ってるみたいな、はあ、そういうのかな。とりあえずの動画としては、視聴者からの質問コーナーみたいので、コメント欄にあったものだけの質問をとりあえず全部するみたいなのをやってやろうと思うから、何でも聞いてもらえればと思います。はい、全部聞いてください。はい、ということで、今回はこの動画になりました。この動画はこの辺で、バイバイ。どうすか、下北の店長になった気分は。下北の店長楽しいよ、みんないい子だし。ありきたりのことしか言わない。いやでも下北も三茶もそうだけど、スタッフがみんないい子だから楽しい、普通に。あ、縦で撮ったってた。なんか知ってる、最近の女の子、陽キャの女の子はピースここでやるんだって。どうでもよ。みんなこうやってやるんだって。以上、下北店長になったゆうたからでした。頑張ってー。バイバーイ。